はい、それでは本日の動画もう動画でいくよ。はい、じゃあいきます。ボッコヤでね、何玉挑戦ですか？5玉です。これ何玉ですか？460円、480円ぐらい。いただきます。1人 2.5 玉。絶対こいちゃん3玉ぐらい食べる。聞いたらなんか優しそうよね。なんか多い。1人でさ、1人で食べ、持って帰取ってきたけんさ、うん、周りの人が、えみたいな顔してます。やっぱり、あ、やっぱヌクインの方がなんか小麦感がちょっと立つ、ね、うん、冷たかった。ほんま食べようか。確かにハルくんもさ、湯だめの方が食べれる、うん、ああ、そうやね。タピオカ多めの麺はぬくい方がいいかな。うん、ぬくいも美味しいね。続々立っちょるね。ね、おうちがとても早いね。早いね。うちは4年ぐらい経ってるぐらい。みんなさ言うてん、ちょっと自信ないかも。そう、またまた言うの、いつもゴマがついとんの。黒いでも髪の毛したらさ、うん、強いね。意外でも朝歯磨きせん人って多いかもね。こたまのうだめうどん持ってどうやって来たの？さっそうと歩いてきた。ギャルソネー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 、すごいみんなにびっくりした。最初だって並んでる時に「ゆだめ5玉で」って言ったら、うん、前に並んどるお兄さんが「えっ？」みたいな。で今日作ってくれよったおばちゃんが、いつもと違うおばちゃんで「ほんまにゆだめ5玉で？」って言われた。いいよ。わらじみたいな。これもでかいな、ほら。それ100円。うん。あ、生姜醤油美味しい。うん。うん。ゆだめのだしが冷たかったらもっと食べる。そうやね、うん、言うたんやけど、湯だめで出し冷たいんで。できるのかな。できるやろ、ザルの出し入れるだけ。逆にザル頼んで、このこれを抜くんでください。うん、ちょっとティッシュのところ、七味もとところか、うん。テラスがいいね、やっぱりね、うん、どうする、視聴者さんやった。え、なんて視聴者さんやったらどうする。
もう戻しに行くけど、もうちょっと入れる。少ない。そんないる？いるよ。お醤油はちょっと出汁薄くなっちゃう。おばちゃんと話してきて。おばちゃん。店員のおばちゃん。店員のおばちゃんもなんか分かってくれたっけ。あゆみ行ったら今日は湯だめ。今日は湯だめ。湯だめ？レジで五玉やなって言われる。五玉。もうそのうち三玉とか言ったらなんかあったのって言われる。大丈夫。知ってるおばちゃんとかはもう出汁何個にしますかって出汁3つでって言われる。かわいい。うん、みんななんか愛想いいおばちゃん多いよね。うん、給食の給食所のおばちゃんみたいな人ばっかり。うんうん、今日いいなって思ったのは、食器を返しとる小学生ぐらいの男の子がごちそうさまです、美味しかったですって大きい声で言って、すごいなんかほっこりした。ちょっとくだらんこと言って、うん、いやいや小学生かって、いやほっこりしたっていうその文字列を聞いたら、え、何もほっこりしたんですよ。小学生や。なんだかんだ言ってもここまで減っとるもんね。ねえちゃん、 HDR ゴリゴリに効いとんだこれ。すっげえ。鶏天が美味しい。もう鶏天美味しい。もも、胸、胸。うんうん。だけど塩コショウがちゃんと効いとる。なんちゃめにもすいませんね、あの食べながらもの言うなんて毎回言うんですけど、なかなかね。まあ、あの地道にあと10年20年でもね、まあ1000回ぐらいで治ってくれたらなと思います。塩コショウが1000回目はないよ。でもね、生地その口の中入ってて喋んじゃうと大体聞き取れる。僕もね、なんかちょっと最近水曜恐ろしいんですけどね、慣れというものはこういうものですね。塩コショウよろしく。塩コショウ私は、うん、聞いとって美味しい。じゃあ1回に一口が大きいって次喋るまでが時間かかる。ちょっとずつ食べる。めっちゃ熱いんやけど、ここなんなん。こっちこっちこっちも熱いやん。熱いわ。もうちょっと下げてほしいわ。しかも湯だめ食べるし。あれやけん聞かれたかな。多分いつも。あの裏方ショールおばちゃんない、うん、今日作ってくれるおばちゃん、うん、だけんいつもザル頼むのに湯だめやったけん湯だめでーんって聞かれたかもしれん。わかる。外で食べるのに湯だめ熱いよって。あそんなことないか、ごめん。何言う。ごめんなさい。あの常連さん何意味わかる。久しぶりやな、こういうなんかドライブゴーゴーみたいな感じ。うどんでゴーゴーみたいな。いや、ここ最近ほんま日本語が全然喋れないよな、だったやみちゃんが。え？思わん？自然に解除かな。うん、その可能性あるよね。もうこのままなんか何やろう、無視になるんちゃうかなって思う。自然に解除だもん。その癖でもなんか虫とかおったら過剰反応する。あれはまだ街中暮らしの名残なんかな。一応怖がっとこうかなみたいな。女の子やけんな。今日は
朝まで山本さんやみたいな。山本ちゃんやけど朝まで、昼過ぎまで山本さん。だって山登ったりしとったやん。すがすがしいやろ、山登ったら。そのクシュンってした手どうするの？もう膝に1回目もうついとるやろ。ペッペッペッじゃない。あれ開ない、開えないよ。全然気づかなかった。そう、ほんま黒い家ばっかりや。ずっとあの家開えないやなって思って。公民館とかじゃない、あとエコキットついてちゃう。公民館でもエコキュートつけるやろ。あ、そっか、うん、エコキュートほんのあれちっちゃいけど公民館だろ。ガスがついてるよ。でもプロパン、あれほんのエコキュートちゃうかもしれない。何やろ。物置使ってない冷蔵庫ついたてかな、うん、ほんならプロパン。どれ、うん、どれ何色？一番プロパン見える。プロパンのこっち側。手前か。プロパンのすぐ横。うん、あれは。ついたて？うん。あんたは何を見てエコキュートって思った？いやプロパン奥行きがあるんかなと思った。ああ、あの俺エコキュート言うとほらもっと手前の太陽光パネルの下になる。あ、そうな。だってボコってなってるやん。何が？なんか。扉みたいなボコ。あ、そうなん、うん、なんだそれは。あれはボコってる。え、ほんならあれかな、あれは あの貯水タンクちゃう、お湯沸かして溜めておくとか。わかんない、それかただのついたてかもしれん、うん、防火壁とか。じゃあやっぱり公民館、おしゃれな公民館やな。公民館ではないよ。そこに区画書いてるよ。こう今とこ。北どっち？地図は上。うん。リアルは？うん。どういうことは？俺たち今どこ？一番とか。一番。うん。もう一番そこや。二番の正面。どういうことは？隅って書いてる。何番かな。1,2,3,5番ぐらい。4番。5,6,7番。あ、そっちから？あ、ぐるっとこう回ってくる。7番ほら普通に立っとるけど、普通のおちちゃん。この家なんかええな、平屋ええな。みんな2階建てやね。うん、建てるんやったら平屋がええわ。うん、しかもワンルーム。あ、寝室だけ。別で寝室とクロークだけ。寝室クロークだけ作っておいて、あとは大きなワンルームにしておいて、あとはほら子供の成長に従ってどういう間取りにするって子供たちと話しながら。それがええわ。別にあんなちゃんとした壁じゃなくてもええもんね。そのパーテーションとかでもええぐらいやもんね、子供たちに。しげってくれとったの。ライフスタイルの変化によって変化させる。これちょっとあれやけん、もうちょっと広い部屋が欲しいわって交渉しに来る。そうそう、それで交渉力が身につくんやけどね。なんか昔のお家ってほら襖開けたら一間になったりとかしょったやん。なんか昔の日本のお家はその襖とかで間取りが変えれよったから、まあ寒い暑いとこあったんやけどね。今はなんかどうなんやろな、ああいうのは。まあそれが今の区画の位置めっちゃ大きいね。そこやろ。うまいね。一棟広いね。あ、道分広いな。あ、道がついとらんけんか。うん、なるほどね。じゃあ2がめっちゃ狭ない、うん、あ、でもこう横に広いって変わらんのか。あ、でも2はほらなんていうかな、道路に接続しとる面が多いけん車の出し入れとかは楽よ。こうちゃんやったらどこ買う？絶対買えって言われたら、
いやー考えてくれるって言ったらくれる、いやうん、いやえっ、多分一番はね、もう憲兵率が跳ね上がってしまうけん、固定資産税が一気に上がるんよ多分。憲兵率って何？ね、土地の面積に対するお家を建ててもいいですよっていう面積のこと。で、例えばこの正面の土地、うん、バツバツまで家建てれんの。うんうん。うん、そうやな。そうそうそう。あれだもん。な、うん。それはあのほら、土地、まあ、戦後とかはそういう規定がなかったけん、家と家の間が狭すぎて火事があった時とか震災の時とかに、初期その消防だったりとか警察だったりとか自衛隊とかの活動の支障になるけん、家と家の間を空けましょうねっていう法律があるんやけど、建築基準法っていうやつかな。であと景観、街並みの景観とかによって場所によって憲兵率っていうのは変わってくるんやけど、じゃあどこ借りる？あけんその結論に持っていくためにいろいろ今考えて議論を繰り広げよる途中やん。どう？た一番はちょっと広すぎて、まあそれ広ければいいんやけど、固定資産税が高くなりすぎるっていうのもあってちょっとなしかな。あの奇抜な29番とか。29番はどこかな、一番右下。うん、あれありやね。うん、確か29番買って29番でドクッてなってるとこを畑にして農地転用する。うん、あれもそれ思った。うん、ちょっと税金安くなるよ。あ、そうそう、宅地に比べるとちょっと安い。あの農地転用するに10万ぐらいかかるんやけどね。まあでも後々考えたら、そうそうそう、10年スパンで考えたりしたら、でワンチャンあの29番買ったら、一応こっちにさ斜めの道接続しとるやん。でもあの道って細いやん。うん、ワンチャンあの29のこっち側に南北に抜ける太い道ができる可能性があるんよ。ああ、ほんだらドクシッてまっすぐ通したりやん、その、うん、このこうなっていいってなった一番下の道路をずっとドクシッて通したりやん。うん、だから その時にちょっとすみません、道路通したいんで土地売ってもらえませんかってなった時に、あ、お金増える。そうそうそう、レンタルでもいいですね。賃貸で土地を貸すっていうのもできる。だったら29番。ほら、誰も買わんけん。安いんよ、あれ。狙い目は29。で、あそこやったら、だいたいどんなやつが帰ってきて、いつ出て行って、変なやつを監視、一番できるポイントやけん。なかなか曖昧しとる。ただ、その奇抜なものに目がいっただけなのか、センスなのか、はたまたただの、ちょっと、おばく。あ？何を思って、じゃあ、あそこがええなって思って。3つ挙げてみて。え、さっきあのズクシってなってるとこ頼むにしたらええんちゃうんってあれだ思った。1つ、うん、だけ。あの緑は何買いとんやろな。あれは公園緑地やと思う。団地に1つなんか公園みたいなのあるやん絶対。公園って書いてるわ。ほんと公園近いけえや。え、うん、公園が近い、公園が近い、うん、外に抜けやすい。そうやね。あ、確かに災害にも強いね。あとは、あと公園に近いデメリットも一つある。砂ぼこりがする。ああ、まあそれもあるし、あとは騒音。やっぱ子供たちの声、お昼寝がちょっとどうしても、ね、静かにしたいとき。ああ。そうそう。まあ、気にする人はね、子供たちの基本的に遊ぶ声っていうのはそんなに耳障りなもんじゃないけん、普通の一歩、あ、気にならんで大丈夫だけど、いやいや、まあ、その時の空気とかさ、こっち側に体調とかさ、更年期とか生理とかいろいろあるやろ。病院行こう。そんな感じ。まあでもええんじゃん、ええと思うよ。でも売れてないんやな、あれ。結構広いよな。うん、てか逆に真ん中とあったけどちっちゃいんやね。なんでみんな真ん中らへんのやんな。なんでよ。四角やけん建てやすいか。安い。ああ。で、ちっちゃいわ、こっちが。なんか、固定資産でも安く済むけん。もうちょっと考えたら安くなってるよ。
まあまあその話はまた次回に。その話するんやったら事前にあの打ち合わせしとかなかった言っていいことと悪いことがあったりするって、もうピー入りまくりになって、もういろんなほら建築系の人からもうズバズバアンチが来ると思う。すごいよね、あの看板だけでこんだけ話ができるよ。しかもあの看板の突っ込みやすい上じゃなくてあの左下やどの区画かを見て、普通さあれが商品や、左下の区画が、うん、もう普通商品大きく書くやん、でなくて商品ちっちゃく書いてさ、上のあのアンニュイなイメージのイラストを書くって、よっぽどみんな商品のことを見ずに雰囲気で買うんやなっていうのが購買行動ね、うんうん、そうやな、おかしい話やな。だって例えばあのお家にさ、あの各家族やったら分かる、おじいちゃんおばあちゃん絶対住めんね、うん、いや、あれは王子に電話した方がいい広告やと。でもさ、前の目の前ぐらいの大きさのお家だったら住めるんじゃん。何部屋あるか想像してみて。さっき2階だけやろ。1階はだってキッチン、リビング、だってワンチャン2世帯でもできそうなぐらい。まあまあまあ住めることはできるよ。ただやっぱ距離が近いとやっぱ隔壁とかもあってさ、だってあんだけ大きいお家でもさ、いろいろ隔壁がある家庭もあるやん。そうな、うん、みんな同じような家建てて面白いのかな。えんちゃんは別にその突き抜けて変な奇抜な家建てたらなんかいろいろ言われるし、あれここやったら絶対ローグハウス建てるわ一番初めに。でも高いってやめて建てるもんこうちゃんやで。いやでもそういう人もローグハウス高いってやめて、全部だって無垢の丸太で壁とか組んでいくんだよ。ええやん。なんだかわお、お大臣様お仕事頑張ってね。さあお仕事家に帰ってくるんが夜遅くなって朝晩早くからしたらみんなが羨むような家はすぐ建てれると思うんで、そのでもバランスって難しいよ、どっちに。もうな、家なんかな。で今ええ話しちゃうんやけど、山本君のその考え方みたいな。家は稲まあ稲は美味しいよ。家は屋根があって雨風しのげる壁があったらもう何でもいい。その割に結構なんか IT 化されてるけどね、あれで多分テレビとかさ、あれがなかったらずっとブリブリ言って、もう私もお家帰ってみたいな実家帰ってる。すごいよくやけどいやプチ帰りめっちゃショールやん。うまい。いやいやプチ帰りっていうか実家帰プチ帰りやで。みんなだってわざわざ実家に行くやん、ちょっと実家行ってだって隣なんやろ。そんなに含まれた感じ。熱い、もう食べてそれ。水汲んでくるわ。あ、そう。これ食べてよ。うん、食べる。これどうすんこの。それ食べる。これ。食べるよ。これでも俺一口二口しか食べてないのに、最後もしワンちゃん最後食べるって言うと、俺にこのどっちかを食べさそうしたわけ。そうや。何このマウスピースみたいな食べ方。お水ください。はい。あ、じゃあコロコロしたいけど。食べるのやめたら急に満腹感。それにしても子供たち大きいんね。朝結構休んだけど、あの食べたら寝ないか、うん、食べる。そうそうそう、整おうとしよったわ。整おうって言うの残り食べること整うって、ね、でも大きい田んぼやったよねここ、うん、ここずっとそうやったよね、うん、あでもここほらこれ砂利やん、加工の上に砂利置いてるだけや、うん、でもさ砂利置いたら鬱陶しいよね、あんたとそういう片付けするのさ、加工でやったら回したの。いやもうあれもうワンチャン別に格好でいいねんて。雨の日やばいよ。
うん、だから加工度じゃなくて砂利。あの畑の土はやっぱ雨が降ったりしけたらニチャニチャするけん、そのニチャニチャする層だけ踏まんかったらええわけよ。1センチぐらい薄くニチャニチャせん砂みたいなのを引いたらということは、ということはね、そうそう、ハル君の砂場のね、あの砂を川砂ね入れたり、ほんだらあの砂は別に田んぼに突き込んでもええけん、あと何年後かにあそこを普通にまた田んぼするって言っても別に砂利だけのける必要もないから、もうお腹いっぱい、もうあとちょっと頑張って1本食べて。やだ、いや、そんな自分好きなもんだけど食べて、もう最後1本は協力しませんって言う筋が通らん。ちょっと全部入れてみて全部入れてみて、セーフー。やっぱ最後の1本とか入れても何時間食べよう、26分食べよう。ちょっと待ってよ、待って、はい、では最後の一口ではいきましょう。いただきます。いただきます。天かつ美味しいよ。うん、食べたいもん。うん、なんか結構普通に食べてしまったね。まあ、5玉普通に食べれるんで、皆さんもぜひ呉服屋さん来た時はね、なんか5玉とかとりあえず食べれる、頼める限界頼んでみてください。では、ごちそうさまでした。